皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋みみともです。はい、今回の動画はウルターマン Z の感想でございます。ウルターマン Z の第1話の感想でございます。まあ、うぬしさんの YouTube のあれで見るときにはまあ面白いんだか面白いないんだかちょっとわからないっていう感じです。まあ、プリンスさん的に面白いかっていう、まあ、中身性で言うと、あの中身見た感じでいくと面白さは75点だけど面白さは50点ぐらいかなっていう。なんでそう思うかって言うと、ちょっと、見ててもね、実際の話ですけど、今日入ってきて、もう出かけなきゃいけないっていうこともあったので、詳しかったので、ちょっと突っ込みなんですけど、わからなかったっていうのが理由です。50点という感じですいません。したっていう感じですね。じっくりとした感じですけど終わります。来週ごとはきちんと見たいです。そして体調を今回のジャグラスジャグラーやあの男の人からさ。もしかしてヘビクラは実はジャグラスジャグラーのあれじゃねえのとか言ってたけど、まあどうなんでしょうかね。楽しみです。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。